はい、ヨード社営業部でございます。弊社会議室よりお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のご案内は2023年12月新刊のご紹介ということで、6点の新刊をご紹介させていただきます。この動画が書店員の皆様や読者の皆様のお役に立てれば幸いです。それではよろしくお願いします。まずは実験書2点のご紹介。最初は最先端顕微鏡技術を解説した本邦初の実験書が登場です。実験医学別冊最強のステップアップシリーズ、ライトシート顕微鏡実践ガイド組織透明化&ライブイメージング、脳神経、発声、がんなどの研究分野で普及が見込まれるライトシート顕微鏡。本書は原理編、透明化、固定組織編、ライブイメージング編の3部構成で解説。原理編では操作する上で必須となる知識を端的にまとめ、透明化、固定組織編ではサンプルの準備、撮影、データ解析と最初から最後まで詳しく解説。ライブイメージング編は機器の取り扱いや実際の操作系の立ち上げなどを解説します。本書は脳神経、発声、幹細胞、再生、がん、炎症分野や病理学の研究者の方にぜひともご覧いただきたい一冊です。こちらは分子生物学棚や基礎医学棚での展開をお願いします。続いてはベストセラー実験書が待望の改訂となりました。実験医学別冊改訂、細胞組織染色の達人。国内随一の技術者集団が総力を結集した組織染色の実験書が改訂。初版と同様に今日から試せるノウハウが満載です。改訂に伴い蛍光免疫染色、バーチャルスライドや画像解析を追加し、最新の法規制にも対応。初版から5年の間に改良された最新の方法も掲載しアップデートしました。豊富な写真や図表により染色実験のコツを解説している本書があれば、失敗しない組織染色のための達人の技が学べます。経験に基づいたさまざまなノウハウを解説したコラム達人への一歩も必読。本書があれば文字通り細胞組織染色の達人が目指せます。こちらは分子生物学棚や基礎医学棚での展開がおすすめです。はじめの一歩に最適、スポーツ理学療法学待望の入門書が登場です。 PTOT ビジュアルテキスト、スポーツ理学療法学。本書はスポーツ理学療法ならではの考え方を一から知りたい方におすすめの入門書です。受賞から競技復帰までの流れが一望できる概要図と図表を多用した解説で基礎知識がしっかり身につきます。実際にどのような流れで理学療法を行っていくのか、具体的な症例も紹介しているので実践のイメージもつかめる一冊です。
本書は理学療法士を目指す学生さんや若手の理学療法士の方におすすめのテキスト。スポーツ理学療法を専門とするプロフェッショナルな執筆陣が丁寧に解説します。こちらはリハビリテーション棚での展開をお願いします。ここからは定期雑誌3点のご案内。まずはレジデントノート月刊号から。レジデントノート2024年1月号、透析患者の見方で絶対に知っておきたい8つのこと。1月号では研修医が透析患者を見る際にこれだけは絶対知っておくべき知識とスキルを8つのテーマに絞って解説。透析記録の見方から薬剤投与の注意点や救急での具体的対応まで、透析患者さんを自信を持って見るための基本が身につきます。日々役立つ実践的知識とスキルが身につく特集となりました。初期研修医の先生も病棟や救急外来で透析患者さんを診療する機会が増えている昨今、今回の特集は多くの研修医の方にぜひご覧いただきたい内容です。こちらは雑誌棚や研修医棚での展開がおすすめです。続いては実験医学月刊号。実験医学2024年1月号 AI シミュレーションによる科学的発見は可能か。日々発展を続ける AI 技術は生物学・医学研究をいかに進展させるのか。仮説駆動型の数理モデルとの両輪で研究サイクルを加速し、新知見の創出に挑む最前線をご紹介します。人気のコーナー今知りたい、今回は腸内細菌とがん免疫応答、がん免疫療法の有効性を左右する人腸内細菌層、その解析法からがんの発症・進行との関連、がん免疫療法の効果を高める試みまでご解説いただきました。ディープラーニングや生成 AI がどんどん普及し、医療や基礎研究への活用が進む現在、今回の特集では AI シミュレーション技術で複雑な生命現象の解明に挑む最先端の研究をご紹介します。こちらは雑誌棚や基礎医学棚での展開をお願いします。最後は実験医学増刊号のご紹介です。実験医学増刊号、神経が司る代謝・炎症制御と生態向上性、私たちが生きていく上で不可欠な代謝や免疫、今回はその働きを保つためのメカニズムを解説します。生体が正常な機能を維持するには神経によって結ばれる臓器間ネットワークが重要であり、多くの生命現象において必須の調節作用を及ぼしています。神経による代謝、免疫、炎症の制御を理解し、疾患の予防や治療へつなぐ研究の最前線を一冊にまとめました。今回の増刊号、研究者の方におすすめなのはもちろんですが、臨床医の方にもぜひともご覧いただきたい一冊。ご案内をよろしくお願いいたします。
ちらは雑誌棚や基礎医学棚での展開がおすすめです。はい、というわけで2023年12月新刊のご紹介でございました。今回ご案内した書籍は毎月月初にファックスにてお送りしておりますロード社ニュースでもご紹介しております。注文書としてもお使いいただけます。ぜひご活用ください。概要欄にも書籍の情報を記載してあります。ご不明な点などございましたら用土社営業部までご連絡ください。それでは全国の書店員の皆様からのご注文お待ちしております。この本欲しいという読者の方はお近くの書店へお問い合わせください。以上、用土社営業部でした。よろしければチャンネル登録高評価の方もお願いします。2023年もありがとうございました。